チェッカーマラソンチェッカーマラソンは、アメリカ合衆国民ガン州カラマズーに本社を置く自動車製造会社である、チェッカー社が1961年以来製造していたタクシー用自動車、タクシーキャブの乗用車仕様の名称である。1956年に発表されたタクシー用のタクシーキャブの車両をベースに、ほぼそのまま乗用車仕様とされていたため、 車高が高く、丸みを帯びた車体に丸型4頭ヘッドライト、大きく頑丈なバンパー、折りたたみ式の補助座席などで特徴を付けられる。なお、内外装は乗用車仕様となることから、ビニールルーフや布製のシートが奢られるなど、高級化されていた。他にも5ドアワゴンや、ロングホイールベース、8ドアリムジンワゴンのエアロバスも製造されていた。 タクシーキャブのイメージが強いことや、乗用車としての販売網が弱いこともあり、ヒットとならなかったものの、1982年まで販売された。チェッカー車は1922年に、縫製工場事業で成功したロシア移民のモーリス・マーキンによって創設された。翌1923年より、車両製造を始め、チェッカー車のタクシーは順調に人気を得ていき、 1950年代中盤には、すでにアメリカ各地に行き渡った。また、チェッカー車の車が、軍用車両やパトカーに採用されたこともあった。チェッカータクシーキャブその後1956年より、発売が開始されたタクシーキャブにより、同社の車両はアメリカのタクシーの代名詞的存在になった。この頃には、車体の特徴あるスタイルも確立され、 1976年の映画タクシードライバーは人々に対して黄色いボディ塗装に白黒のストライプのイエローキャブタクシーキャブニューヨークという図式を強烈に印象付けた。なお、1982年に製造を終了するまで1974年にいわゆる5マイルバンパーが装備された他はデザインはほとんど変わらなかった。タクシーキャブ及びマラソンは チェッカー車の自動車生産中止に伴い1982年に製造終了が決まり、その歴史に幕を閉じた。さらに老朽化と補修部品の入手の混乱により、1999年を最後としてタクシーキャブはニューヨークの街から姿を消した。しかし、ニューヨークの街の顔として、現在でも多くの人々の記憶に留められている。熱狂的なファンも多く、 ニューヨークやロサンゼルス、シカゴなどの大都市にはオーナーズクラブも存在する。チェッカー社は現在主にゼネラルモーターズの下請けとして部品製造を行っている。ありがとうございます。